でさっき言った膝がめちゃめちゃ痛いっすね。あー怖え、サメとか出てきたら怖いっすね。本当に人間が本来いるべきではない場所に今いますからね。本当に本能レベル恐怖を覚えてるんですよね。なかなか怖いですね。あ、いたた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 、ルアー釣りより餌釣りの方が釣れるんじゃないかっていう疑惑が出てきましたね、少しずつ。なんか周り見渡す限り誰もいなくなってるんですけど、これどこ行ったんですかね。みんなめちゃめちゃ取り残されたんですけど、なんか奥の方に行ってますね。あんな奥まで行く勇気はないですね、自分には。ちょっともうちょっとこの辺で粘っときます。皆さん、プロが何かを釣ってるようです。その網には何がかかっているんでしょうか。これは期待したい。やば、皆さん、あの朗報、海のギャング すぐ釣ってます。やば、今釣ったガーラをプロ映像ですね。釣ったその場で締めるという。60ちょっとぐらい、皆さん60ちょっとあるみたいですよ。60あるのに60ちょっとっていう、あの普通ですけどって言ってあげるのがもうプロの凄さですね。これは僕も負けられない。皆さん、秘宝、あのクラゲがいっぱいいますね。落ちたら漏れなくしびれのあっちまで泳いでいけますかねっていう、そういう危険な状態になっております。さあ皆さん、今たけしがちょっときついようなので、ちょっと牽引していきたいと思います。きついですよ、体力の限界ですね。体力の限界を感じてますね、今。膝からの失血もひどいからね。失血してますね。さあ、それではたけしを引いていきたいと思います。行ってきます。さあ、ペダルの重みは変わるのか。まだ順調に大丈夫です。あ、重くなった重くなった重くなった。まあけど、これで、ね、友達を一人救えるならと思えば、安いもんですね。非常に楽な思いしてますね。いいですね、勝ち組になった気分ですね。これ人生勝ち組の気分を味わってますね、完全に。はまきすぎた気分ですね。はい、皆さん、あまりに釣れないので、たけしがデブじいさんからルアーをもらってます。さあ、デブじいさんおすすめのルアー釣れるんでしょうか。皆さん、これデブじいさんからいただいたんですけど、これ何ですか。これ普通のスプーンじゃないですか。これ伝説のカエルスプーン。カエルスプーン、何ですかカエルスプーンって。沖縄のルアーマンが知らない人がいないぐらい有名な。マジっすか。めっちゃ釣れるこれ、はい、ポールで釣れる、こんなして。あ、このキラ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 落ちる具合で釣れるってことですか。スプーンってこんなって落ちるんだけど、はいはい、これの場合はこんなって落ちるわけ。あ、細かいんだ。そうやば、まあ、よく釣れる魚。おはようございます。じゃあこれでちょっとやってみたいと思います。やってみて。さっき海のギャング釣ったのもこれ。マジか、すごい。ありがとう、いい人。よし、こじきゲット。皆さん朗報、デブじいさん来たみたいです。さあ、何が来てるのか。デブじいさん、これなんですか。あ、闇旗。さあ皆さん、闇旗が釣れました。カエルスプーン、すごい力です。第1投目で釣れました。皆さん、今プロが、なんか何か釣ったようです。何釣れたんですか。あ、皆さん、闇旗が釣れたみたいですね。すごいですね、闇旗も多いんですね、こっち。すっごい。はい、皆さん、たけし足が痛いっていうので、なぜか膝から出血しております。ドグアウトしたいと思います。それでは戻りましょう。プロの皆様、総出て戻っております。たけしが釣れなかったのが残念です。次回また期待していきましょう。こういう風にみんなで帰れると本当にいいですね。疲れてる気分もちょっと紛らわせるぐらい本当に楽しいです。カヤック本当最高ですね。さあ、帰り際こういう風に手を冷やすのもいいです。気持ちいいです。あ、おっと、あっ、ぶな、秘宝。皆さん、一瞬ハブクラゲがいました今。またこういう風にですね、手を出すのは本当に危険なんで、やめた方がいいと思います。しっかり帰りは海の状況を見て帰りましょう。はい、それでは皆さん、今回超過ガーラが2匹、そしてタマンが1匹ですね。タスがもう完璧プロ集団ですね。まあ、1匹も釣れなかったですけど。あ、またたけし釣れなかったですね。けど釣らしたかったね、頑張ったけど。またね、次回もこのメンバーでまたできたらもう本当に嬉しいです。今回の超過大成功でした。皆さん、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。思いっきり地面にぶつけて今病院に行こうとします。膝の血がね、海水に当たって締めるんですよね。さっきから漕いだ時にこう跳ねてきた海水が膝に当たって締めるみたいな感じですね。いやー、336さん早いですね。
もう見えなくなってきたよ。くそ、まだカヤックの漕ぎ方がねえ、まだ慣れてないみたいですね。あ、結構腕の筋肉使いますね。これすごいいいダイエットになるかもしれないですね。なんか腰も使うし、かなりいいダイエットになりますね。じゃあダイエット目頑張ります。釣れる気配が全くないですね。さっき打ったあの膝がですね、熱を持ってますね。血が滲んできてますね。これ結構あれですね、なんか大怪我したみたいですね。これ、あー、痛ってめちゃくちゃ痛かった。ジーパンに血が滲んでるんだろう。大丈夫かこれ、マジで痛いぜ、マジで痛いわ。釣りをしながらもう会場でお菓子を食べるって。そうですね、めったにないですよね。手を貸してくれた人、ビール持ってきてもよかったな、これだったら。うん、それしてなくても楽しいですね。